まあ、持ち方はどうでもいいんですけども、はい、基本的にはですね、この重心のところを重心、はい、に手を当てて、はい、でそれをぐーっとこっち側に回して、こっち側に手のひらを、重心の位置ですね、重心の位置を、はい、あうん、それで、でそれと胸に当ててこう挟むという形ですね。でまあ、手のひらを当ててちょっと指が出るぐらいですね。でかろうじて楽器の大きさとも手の大きさも関係するんだけど もうかろうじて5弦まで届くぐらいの手にしといて、主に弾くのは2弦と3弦なんです、左手は。なるほど。だからあんまりこう出すぎちゃうと近く弾きづらくなるし、まあね、そういう。そして陶器とランランという曲を弾いてみたいと思うんですけども、陶器とランランというのはまあ、鳥は白鳥だとかいろいろ、カワガラスとかいろいろ言われてますけども、鳥がその湖にこうネギをついばめに降りてくるっていう情景を、表した曲と言われている。陶器とランラン、こういう曲ですね。こういう曲ですね。まずですね、左手人差し指を真ん中の糸、はい、そして、右手人差し指を一番左側の外側の弦ですね、はい、に当ててですね、これを代わり番号に、左右左って弾く、うん、そうです。これが陶器とっていうフレーズですね。なので陶器とっていうリズムで陶器と、そうですね、もう一回せーの、陶器とせーの、もう一回せーの、そうですね。そしたら今度右手でですね、この端っこから服についたほこりをこう払うような感じでジャンジャンって2回、そう、まあ大体この手のひらの何ですかね、中指薬指その辺の、はい、はい、親指とかじゃなくてですね、この辺でこう払うという感じですね。はい、これでジャンジャン、そうですそうです。で2回ね、ジャンせーのジャンジャン、もう1回せーの、はい、そうですね。そしたらさっきの、左右左ね、左、そうで陶器とランランですね、せーの陶器と、そうです、一応繰り返してやってみましょうか、はい、せーの陶器と、はいはいはい、これで一応陶器とランランは弾けると言っても過言ではないと、伝統曲一曲弾けますと。まあこれいろいろバリエーションがあるんですけれども、でこれをですね、弾く弦を大体トンコリって同じ指使いのパターンの弾く弦を変えたり、あと空振りして弾かなかったりとか、そういうようなでフレーズをどんどん変えていくっていうのがですね、うん、でまずじゃあこれを3、こっちからね 1,2,3,4,5 って弦数えるとして、ギターみたいにですね、はい、今313って弾いたの、今度212って弾く、左手の中指で2弦を弾いて、はい、ピーンって弾く、中指これが、うん、そう、そして、右手は一緒1ですね、1でこれを左右左、そうすると陶器とってメロディが陶器とってメロディに変わってくるね。それで陶器とだんだん、そうですね、そしたら今度はですね、左手が2と3を弾く、2、1、3、2、1、3、そう、中指と人差し指でですね、
中指、左手の中指、右手の人差し指、左手の人差し指、うん、トーキーとカンガン、今度逆ですね、逆でトーキーと312ってガンガン、はい、はい、いいですね。そしてね、これ、この伝承、虹色梅さんという、おばあさんが伝えてる曲なんですけども、これ、このおばあさんの弾き方にはね、2つ、約束事があってですね、1つは必ず、ランランから弾き出す、最初のね、曲で、せーのって言ったら、ランランって言って、おー、ね、こうきとランランっていうフレーズの単位だけども、曲としては、この、ドンドンってなんか、割と強い、こういうような形でね、聞こえてるので、あの、アイヌの音楽の世界っていうのは別に4分の4とか4分の2とかいう感覚じゃなくて、あの、フレーズとかの単位で捉えたり、ただリズムはやっぱり身体動作と影響してたりとかですね。なので、まあ、ちょっとややこしいっちゃややこしい。捉え方がね、ややこしいですけど。それで、まあ、ジャンジャンって弾き出すことと、あとね、左手がしりとりで弾くんですよね。っていうのは、3、3、1、3、ランラン。ランランの前に3で終わったら今度必ず3から引き出す。これは繰り返してもいいんだけど、ソーキトってなったら2弦になるんで、今度2から引き出す。トー。で、トーキトでもいいし、トーキトでもいいし。っていうね、決まりが一応西谷さんの弾き方としてはあるんですね。伝統的な、手癖みたいなものだと思うんですけどね。そしたらですね、今の循環で、やってみたいと思います。最初313でしょ？はい。ね、その次312。だんだん。で、次は212。そう、ラムスで21。ね、で、元に戻って。はい、じゃあ、ちょっとやってみましょうか。はい、かなり進行早いけど。最初、ランランからね、313。ランランだと。せーの、ワン、ワン、三一三、三一二、三二一二、二一三、もうできてますね、すごい。トーキトラン、ワン、トーキトラン、トーキトラン。おお、素晴らしいですね。ちょっと一人で弾いてみる。せーの、ランこっからですよね。ジャンジャンおお、素晴らしいですね、素晴らしいですね。ありがとうございます。かなり高いレベル弾けてますね。はい、あの、これで一応トーキとランラン基本中の基本ができてる。あとはもういろいろあのバリエーションがあって、あのトンコリは基本的にはそのアドリブで自分の気持ちのままにこう弾いていくって、まあ繰り返しもすごく多いんですけども、あの気持ちをですね、あのこう込めて、イメージが大きいと思うんですよね。なんかそのこれ僕のイメージですけど、やっぱり広いあの北海道とか、まあ、樺太肥後以降空間を感じるようなね、あの時間の流れもゆったりしてるようなイメージでこう、あの、気持ちをこう音に込めていくといいかと思うんですけども。で、あの、まあ、こうバリエーションを作りながら、これ、イントロを教えておきましょうか。これはですね、ランランだと2弦と3弦をいっぺんに弾く。そして、3弦と4弦の上に指を置く。置くだけ。ランランターン、ランランターン。これはイントロとしても使えるし、で、ここから
トキトランラン、トキトランラン。こうフレーズを弾いた。いつでもここに戻れる。っていうようなね、そうやって気が済むまでこう弾いていくっていうのが、で、まあ一番入り口ですね。